GL でバルサに負けたバイエルン、チーム崩壊していた模様 WWW。トーマス、ミュラーとリサ・ミュラーの関係に関する新たな憶測が浮上しています。リサがトーマスの数試合を欠席し、オクトーバーフェストにも不参加、さらには彼の代表引退試合にも出席しなかったことから、数ヶ月間にわたって離婚の可能性が報じられてきました。そしてついに、二人はインスタグラムでお互いをフォロー解除し、17年間の関係のフォロワーリストからもお互いを削除しています。ミュラーのこの離婚騒動の2週間前にアリーナがバイエルンのスタッフと不倫して離婚を発表。さらに前日、キム・ミンジェも離婚を発表した。バイエルンマジ縄れてて草。ミンジェ、離婚した3日後に CL バルセロナ戦だったのね。ソラーのやらかしするわ。ミュラー夫婦のこの流れは離婚秒読みだろうな。過去の傾向的に伊藤もこの流れに乗りそうで草。アリーナがバイエルン内で早速やらかしてるのはロタ。コンパニ監督は AKB48 のようにバイエルン選手の恋愛を禁止した方が良い。チーム内離婚ラッシュってワードがドイツで流行ってそう。ミュラーのそばに17年間いるのがそもそもすごい。しょうもないジョーク24時間言ってそう。めっちゃモテるだろうに、サッカーに集中するためにまだ結婚しないソン・フンミンが思考。ラインのまじない恐れるべし。